はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きをやっていきます。自由都市マイヤで、橋が落っこっちゃったんで大砲でフォルセナへ向かおうとしたんですけれども、ニトロ火薬がないということでドワーフが持っているという話を聞いたので、ドワーフの村を探しに行きます。また黄金の街道を進んでいく感じかな。作戦をね少し変えました。アンジェラはマジックパワー 75% になったらもうちょっと魔法は打ち止めにしてあります。いや、サボテン見たよ。で、あとアイテム、回復アイテムを多分使ってくれると思うんですけど、それはもう5個未満だったら、5個以上アイテムがあるんだったら使うみたいな、そんな設定。初期設定がアイテム使わないになってたんで、まあアイテムも使いながらちょっと戦闘していく感じかな。仲間ね、いった、75% ってさ、35-20だからもう使わないよね。いや、1戦闘でもマジックパー全部使う勢いだからな。回復、いや本当役立つわこれ。はい、吹っ飛ばし攻撃だな。攻撃2回の強攻撃、これが一番やりやすい。で、目的地自体はやっぱりあっちだよね。あれ、こっちも行けんな。まあいいか、叩き落とす。はい、見えないところで戦闘するといつの間にか危険に陥ってるからね。いちいち喜んでないで崖を急ぐぞ。回復、あ、出てきて、こいつ地面から出てくるのか。毒も厄介だからね。タムがね、まあ強いは強いんだけど、ちょっと、まあ、溜めてる時間がやっぱり。ゾンビが女の子を追いかけている。お前許さん。必殺技ゲージどうしたんだっけ、いじったっけな、なんか忘れた。そこはサボテンゲットしたらもうサボテンのマークいらなかった。ゲットできない可能性もあるのかな。オッケー、もう猛毒部ですがマジ厄介。一応ちゃんと位置取りを考えて戦わないと。結構危険になってきたからね最近。さすがにハードモードというだけあって、また強くなったぜ。よし、レベル10、そろそろポイントも振っていこうかな。5ずつ振っていきますか。全員こっち行ってないんだよ。あれ、なんか向こう国があるけど、なんだろう。ただまあ行けない、意味ないところは行けないからね。こっちに用はないみたいなこと言ってくるから。遠距離攻撃は結構やっかい。カメラアングルだ、いった。そうか、戦士とか全然使ってないな。アーマーブレイク倒す。100は残しとこう。200のまま置いとくのもやっぱちょっともったいないんで、ウィスプの火じゃなくてウィスプの航空、これ取れんの、取れる。ちょっと待って、アイテムの種、あれ、レベル上がるとヒットポイントとマジックパワー全回復するシステム。レベル8か、朝心拍で毒液。マジックパワーがあるときは結構イケイケで攻撃できるからいいけど。よし、あ、全開デッチって言ってるわ。ちょっと育成しよう。
アーマーブレイクってなんだっけ。あーこれいいな、アーマーブレイクちょっとつけたい。結構厄介だからな。仲間への絆、アーマーブレイク2つしかつけられないのか。まあクラス1の時は力プラス5も結構良さそうだけどね。アンジェラ次何を覚えさせようかな。知性リミットブレイクってなんだ。あー 5% アップか。撃破マジか。あ撃破時ってこれアンジェラが撃破しなきゃいけないのかな。マジックパワーを回復する手段がちょっとないからね今。隠密、いやそれはいいや。アブソードが何だったっけ。強攻撃のヒット時にマジックパワー1回復か。悪くはないな。どっちだ。6使うんだよね。6使うんだったらちょっと撃破時マジックパワーこれもう2でいけるもんね。これをやろう。で撃破マジックパワーアップでしょ。でシャルロット、シャルロットはもう2つつけてんのか。シャルロットにしてパワフル。まあいいや、力系はさすがにいらないな。ディフェンダー、あー完全に攻撃力を捨ててるね。危機一発、あーでもこれもいいんだよな。特技回復量アップ、回復量 10% アップか。普通に欲しいな。知性精神、あーティンクルレインね。プイプイソーは今のところ枯渇してるわけじゃないから踏ん張るわ。 15% の確率か。ちょっと確率が低いな。 15% は低いな。うーん4ポイント振るか。結構振っちゃってるけどいいや。でそんなにつけるものがないんだよね。 SP5% 増加、これいいか。特技回復アップこれにしよう。よし、オッケー。まあ、クラスチェンジすればつけられる数が増えるみたいなんで。これなんだ、どこへ通じてんだ。商業都市バイゼル、我々商人ギルドは間もなく北の魔法王国アルテナがこの地方に侵攻開始するとの情報を得た。スパイの侵入を防ぐためしばらくの間よそ者を断り、さあ帰ってくれ。へえ、フォルセナには進行しないの。タカロコ見える。フォルセナじゃなくてなんだっけ、アルテナの軍備力がどれくらいあるかだよね。そんなに進行するだけの軍事力を持っているのか。これ逆だな。こっちか。いや結構細かく配置されてんな。400円、でかい。よし、じゃあ大地の裂け目いきますか。ドワーフの村、とりあえず目的地は書いてある。セーブポイントなんだけど、まあいけるだけ行くか。倒す。アーマーブレイク 50% アップってことは 1.5 倍ってことでしょ。 1.5 倍ってからって数値違う。いったほっと、ゴブリンとか強いんだけど。おっいいね、マジックパー回復してる。ドワーフのトンネルってこの辺りのはずなんだけど。やっと僕の出ますね。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見させているんすよ。大地の裂け目は別名
宝石の谷と言われるぐらい水晶などを岩に含んでるもんすから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠してるみたいっす。まあ見ててください。この岩、一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると、じゃーん、これが真実の姿、ドワーフトンネルへの入り口っす。さあ行ってみましょう。てか精霊ってついてきてたんだね、知らなかった。ついてきてるから魔法が使えるっていう、そういう設定かな。まあとりあえず行こう。ニトロ火薬を手に入れに、ぷいぷい層、貴重ぷいぷい層は。もう着いたの、いきなり村なんだ。ちょっとダンジョン通ってから行くのかなって思ってたら、まさかこんなところにドワーフの村があったとはな。早速道具屋に行って頼まれた火薬を探しましょう。道具屋なんだ普通に。アンリマは人間だべさ、入り口の仕掛け見破ったとな。うん、大したもんだで、ここがオラたちのドワーフ村だべさ。勝手に漁ってるけどね。ドワーフの村、どっち、あ、なんかこっち行けなそうだな。爆破しないといけないのかな。復権振り出した。穴を掘って出てきた金属を使って武器を作っているハンドメイド。ミスリルとかないのかな。あれ、シャルロットがいる。ジメジメしたところにいると体にキノコが生える。まずは武器屋、火力を上げる。あ、武器屋っていうか。いらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だね。グラディウス買う。なかなかの品だな。え、これ全部1000円くらいかかんな。1000円以上かかるか。また来るだよ。いや、もう来ないけどね、買い尽くしたから。で、道具屋の前に、だから防具屋に行きたい。アンジェラもいるな。穴蔵で生活するなんて耐えられない、モグラになっちゃう。地震とか起きたら危険だよね。蜂蜜ドリンク、なかなかいいのを手に入れたな。50円、こいつが掘ってた、掘って50円出てきたぞって言ったのをパクった。ここは宿屋か、こんなとこで。確かに寝たくはないな。いらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だね。ベザントメール、気に入ったぜ。魔法の刻印、違う、魔女の刻印。大事にするわね。僧侶の行為、ワクワクです。まあそれなりに金は大丈夫だな。あの400ルク手に入れたのは結構でかかったな。じゃあ道具屋行きますか。道具屋のワッツなら出かけちまっただよ。なんかトンネルの奥の方でどえれえことになっとるちゅうて。だけんどモンスターがうようよしとるけ、アイテムでも買うてけ。そういやほら、ワッツに店番頼まれてただ。そんなわけでいらっしゃいませ。ワッツを探そう。いらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だね。品揃えも大して変わんないからね、多分。マンモルトープ28個もあんだ。何個まで持てんのこれ。来るだよ。じゃあさっきのなんか封鎖されてたこれ行きましょう。わちを探してるだか。やつならこの奥の方にいると思うで。俺今ここさ、開けてやから。頼む。いや、マジそんなんで開くの。何年かかって、爆発した。なんだ、じゃらしねえやつらだな。
んだば、オラはこの辺で。ドワーフ、屈強すぎる。ここは普通に奥へ行けばいいかな。魔法のロープ一気に出てくれんのかな。崩落注意、迂闊に攻撃すると危ない。え、マジで、これ攻撃できんの。おお、お前ら助けきたぞ。じゃあ死ね。ゴリゴリいいね。ジャンプしながら回避して、ホリホリ。どうだ、なんか回復してるかしてないかよくわかんねえ。ここはこれだけだな。でこっちアイテムがあるけど上にはちょっといけなそうだね。ジャンプでは10レベル。あれ俺も10レベルだったっけ。10レベルになったからあれをやろうって言ったと思う。こいつは弱いな。夢見そう。うわっ、ボールベアがいる。2発、2発が2人当たったな。オッケーオッケーオッケー、頑張れシャルロット。今の戦い俺一人でも十分だったな。これはバブルスライフがいる。まあいいや、いけない。んだ、オラがいかにもワッツだ。ニトロの火薬、ああ、それならほれ、ここにあるだよ。もちろんただでとは言わねえで。5000力でどうだ。高い。よし買った。高すぎる。これ持ってたら買えんのかな。ぬふふふ、おめえ商売上手だな。しょうがねえ、3000力に負けといてやるだ。どうだ、お買い得だべ。そんな簡単にさ2000力も下げていいの。適正な価格か知りたい。そうけ、ならまたにすっか。え、いや、こんなことしてる場合じゃねえだ。この場所はオラたちの守り神ノーム様の神聖な場所だったのに、ノーム様がいらっしゃらない。最近どうも地震やら地鳴りやらが多いので心配して来てみたら、ノーム様が行方不明。ああ、えらいこっちゃ。こうしちゃいられねえだ。オラノーム様を探しに洞窟をさらに奥に進むだ。あちゃー、行っちゃった。くそ、早くポルセナに行かなきゃいけないってのに。開いてる。ワッツさんを追いかけてもう一度交渉しましょう。スライム、バブルスライムではなかった。ノームさんが行方不明っていうのも気になるわ。遠域飛ばし。もしかしたら狭い、大変なことが起きているのかな。あ、マジックパワー回復してんね。いいね。不思議のクッキー、あれこれなんだ、効果がわからん。え、泣くね。ハーブ、いや、わかんねえや。俺一人で十分だ。スライムって攻撃通りにくいとかあるの。ちょっと人目もまた減ってきた俺の。ワッツさんを探しましょう。どっちだこれ。おー、なんかどっちもいけそうだな。早く火薬を手に入れてボルセラに行くぞ。宝箱取り行きたいね。飛ばれると厄介だな。回復してくれシャルロット。てか俺ともいくつになったら回復してくれんの。 50% 未満と
か 30% 未満とか分からん。いけない、これはいけないか、あっち側には。え、これ普通にどうやっていくの、いけなくね。あ、あっちが飛び降りんだな。結局こっちへ行かないといけないっていう。ボールベア、慎重に戦っていこう。え、降りちゃっていいのかな。壺があるけどな。で、多分こっからジャンプだよね。天使の聖杯、遠回りした価値があるのかどうか分からん。で、だからここを飛び降りていいかどうか。はい、やろう。奥へ行く。天使の聖杯、そんなに貴重な感じでもないからな。戻れるこれ。あ、全然戻れたわ。橋を渡るか。スライム、お願いします。やっぱりアンジェラが倒さないとマジックは回復しないな。これなんだ、火。あ、サボテンくん、未発見の宝箱の数が分かるようになる。あと3回見つけたらいいものあげる。どうやって見んの。え未発見サボテンくん、違う、次のご褒美がスタンプをもらわなきゃいけないんだ。あと3個、結構大変だな。あんまり変なところに隠れられてると分かんねえぞこれ。回復46、こっち行こう。助け来たぞ。ま、戻すけど。28とか。いってつえ、ゴロビーほんとつえな。ちょっと待ってね、シャルロットにしてヒールライトでアンジェラ、うん、そういうことか。まんまるドロップ。あ、そこになんかいっぱいいんな敵が。力もいける。あれ、どういうルートだ。やばい、助けてくれシャルロット。ありがとう。70しか回復しないの。 10% アップして70か。そう考えると今微妙だな。2回唱えてくれた。あれ、まだいる。どこ。洞窟内は戦いづらいが慣れるしかないな。で、回復ポイントがあって、先へ進むのがどっちなんだ。いや、わかんねえ。まだそこまで表示されてない。結構複雑だな。ハンドワークスのあれが出たら逃げないよね。この辺の敵は全滅させたようだな。いやいや、全然いるから。ホーリーボール行ったんだって。弱すぎて暴れ足りないぜ。で、ここが上。あー、で進んでんな。ゴブリンのゴブリンロードがいる。
いやこれマジで気をハンドアックス組が気をつけないとな。でだってマジ強い。まだいる？で当たりに行ってしまった。さらに強い。よしレベルアップ。相手と戦える。で、あっちの広場の方をまだ行ってないんだよね。洞窟はやっぱりちょっと見ておこう。行くか。打ち入りじゃー。使おう。当たれ。マインドダウン。20力、よし、レベルアップしてくれた。あ、でこっち先進んじゃってるから、こっちへ一回戻ってレベルアップしたから回復する必要はないな。こっち打ち入りじゃん。痛い、すいません。ジャンプしながらやっぱ回避するなんか回避で回避してもらう。これしっかり回避、回避を全然使いこなせてない。お宝はいただいていく。30円40円、金だな本当に。ゴブリンロード無重苦だったと。今2人の攻撃チョークに食らったから。ワッツを探そう、ワッツを探そうって。分かってるよ全く。あれどこだ。こっちだ。で回復しつつこっちから行く。夜になった。壺どうする。一応置いとこう。一人できたのか。ワッツ強いなこいつ。ここはこんな穴今までなかった。ほら何か嫌な予感がするんだ。いや聞いた今の。こんなところを長居は無用。お先に。モグラの進化系か。なんなんだこのモグラは。65当たったね今。お前の相手をしてる暇はねえんだ。え、当たった。もう使う。いって。こいつこっから出てこない。一回逃げて攻撃してぶちかまし。ちょっと逃げよう。回避、回避だよ回避。何か仕掛けようとしてるんじゃないの。なるほど。なんだ、ダウンしたか。よし、チャンス。畳みかける。こっちだ。いや、なんか怒り出した。いや、グランドスラム、これは逃げ場がない。はいはい、動きを止める。
ある程度ちょっとアンジャにも魔法唱えてもらおう。リングコマンド開いて、これケツに当たった118。こっちから出てくるとは。まだ半分か。ヒットポイントはちょっと常に混ぜ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 逃げろ。当たった。クソ、これなんだ。あ、必殺技ポイントか。いや、まだ必殺技な、もったいないよな。ヒールライトはありがたい。もうちょっと仲間とさ、あれもね、気を配ってる暇がないよね。まずいんじゃない、アンジェラが。逃げろ。いや、なんで行くんだ。ぶちかましはまずいな。車線から退避しろ、シャーロット。よし、これはもう壁のチャンスだ。で、怒るのか、なるほど。正面に立つのは危険だから、やっぱ常に裏手を待ってこう。で、グランドスラムは正面が危険なのか。使おう。逃げろ。壁攻撃強いな、やっぱり。でも割とご利用してるけど、あとこれ破壊していけば終わりだ。決まった。3200。みんな無事かい。しかし驚いた。ありゃ伝説の地底獣ジュエルイーターだがや。このトンネルの入り口、大地の裂け目は別名宝石の谷って言われてるだ。その宝石の谷で千年に一度世界に異変が起こるとき、ジュエルイーターは生まれるっていうぞ。ジュエルイーターは出るし、ノーム様は行方不明だし、一体どうなっちまうんだろう。ヒキエン、誰だ、わしの噂話をしとるのは。なあ、ノーム様、ご無事ですか。当たり前じゃ。見ての通りピンピンしておるわい。いつものように昼寝してたら、いつの間にかジュエルイーターのやつに巣穴まで運ばれちまったようじゃの。いや、もう少し寝とったらやつに食われとったかも。あそんな笑い事じゃないですよ。ノームさん、私たちに力を貸して。ほほー、かわいこちゃんのお出ましじゃ。あは、いや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 、お願い、聖域への扉を開くためノームさんたちの力が必要なの。ミスチわしゃ、かわいこちゃんの頼み事は断れないたちでの。よかろう、どーっと任せなさり。土の精霊ノームの力を手に入れた。ね、こいつピョンピョンしてて鬱陶しいんだけど。土属性魔法の解放、ダイヤセイバープロテクトアップ、ダイヤミサイルとか。火薬を手に入れなきゃね。あんたら、あのノーム様を仲間にしちまっただか。ああ、こりゃたまげただ。そんな、すげえお方とはつゆ知らず、先ほどは失礼したな。
ほれ、ニトロの火薬差し上げますだ。いや、お金はいただけません。罰が当たるだよ。よし、ニトロ火薬。本当に踏み倒してばっかだな。なんかデュランとかワーフのトンネルの出口まで、まともに金払ったことないからね。オラの魔法のロープで送って差し上げましょう。しかも魔法のロープまで使わせるとは。はい、だばお達者でノーム様をよろしくお願いしますね。どこまで戻される。ボンボヤジの元へ向かおう。ここか、ここかってどこだ。あ、入るところか。なるほど。というわけで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。